今回はサイリスペアについてですね、ちょうどね、比較になる動画があったんで、下の方にリンクを2つ貼っておきたいと思います。1つは、成功したパターンですね。それともう1つは、もし相手がサイリスプレーを持っていることを前提として、動いてきた場合、どういうふうになるかっていう、ちょっとした実験をした動画があったんで、参考になるかなと思って、一応下にリンクを貼っておきます。で、今回ね、ちょっとサイリスプレーについてね、ちょっと簡単にまとめたんで、このように書いておきますね。箇条書きです。まず1番目なんですけども、顔面に確実に当てるっていうことは当たり前ですよね。サイリスプレーいくらそのボディに当てたところで全く効果がないです。噴霧タイプだったら緊張るみたいな噴霧タイプだったら、そういうわけでもないんですけども、一般的にはその噴霧タイプの方が効果は弱いっていうことは言われてます。別に効果ないってことはないんですよ。ただ、やっぱりポリスマグナムとか、この自分がやったセイバーとか、ああいう、なんですかね、ジェットで飛ばして、で、顔面に当てるっていう方が効果は高いと思います。ですけど、ここでね、顔面に確実に当てるっていうのが前提になるってことですね。でもその顔面に確実に当てるためには、じゃあ、どうしたらいいかというと、意外と接近することが必要ってことですね。意外と接近しなきゃならないってことです。だから相手に対して大体どうですかね、2メートル以内が大体接近するようになると思いますね。無風状態だったら大体4、5メートル飛ぶとは言われてますけども、ジェットのタイプだと。それでも有効射程距離は大体 1.5 メートルぐらいだと言われてます、実際。で、さっきも言ったように、外のね、風とか、雨とかね、そういった状況でちょっと非常に効果の落ちる可能性がありますので、そういったことを考えると、ある意味限られる点があるかなっていう気がしますね。で、ここのね、その顔面に当てるっていうのは当たり前じゃないですか。でも、これはね、相手の行動に左右されるってことなんですね。つまり相手がもう無防備な状態、つまりこちらがサイリスプレーを持っていることを前提として動いてこなかった場合というのは非常に有効です。そういった場合は非常にね、サイリスプレーを相手に当てる確率が高くなります。ただ、ここなんですけど、相手がサイリスプレーを吹いてくるであろうということを前提とした動きをしてきた場合は、非常にね、難しいと自分は考えてます。実際、6メートル離れた距離から刃物を持った相手が来た場合、約 1.2 秒ぐらいですかね。2秒かかんないと思います。いきなりもうダッシュ出してきて、そのまま突き刺します。ですから、サイリスプレーを相手の顔面に確実に当てることができるかっていうと、ちょっとハテナマークがつきますね。ですから、あと、ここなんですけど、善に対してはね、このサイリスプレーって護身具ですね。非常に有効な護身具です。でも、悪にとっては武器になります。それそうですよね。相手にもう吹きかけて、それから刃物で刺すとか、相手に吹きかけて特殊警棒でぶち殴るとか、そういったことを考えている相手っていうのは、相手のその不意をついてスプレーをかけて、身動きが取れなくなったところで攻撃してくるっていう可能性がありますし、そういった相手っていうのは、当然こちらがサイレンスプレーを吹いてくるのも前提として動いてきます。だから止まってないってことですね。左右にも動いてくるでしょうし、サイレンスプレーのその対策も事前に 何かしらの対策も取ってくるってことですね。ですからそういった相手に対してはちょっとなかなか難しいであろうということですね。ただそのサイリスプレーそのものを持ってる方に自分実用で会ったことがないんですね。紹介してる方たちはたくさんいます。でも実際サイリスプレーを常時ね引得してる方に会ったことっていうのは実際ないんですね、自分。それはこういった護身具なんで、言わないだけでは実際会ってしてるのかもしれませんけども、でも自分自身は今までのところサイリスプレーを持ってる方と話をしたことはないですね。ありません。でとにかくそのボディに当てるっていうのは簡単なんですね。面積が広いんで。でも顔面に当てるとなるとやっぱりかなり接近しなきゃいけませんし、相手の不意をつかなきゃいけない部分があります。だから相手がもうこういったのをていることを前提としてない動きをしてきた場合は非常に有効であると。ただ相手がもうこういうのを吹いてくることを前提として動いてきた場合はもうあまり役に立たないということだけちょっと言っておきたいと思います。下の動画を見ていただければ分かりますけども、
うまくいった事例と、まあ、防ごうと思えば防げると、まあ、丸腰の状態であっても手で防げるっていう部分ですね、ということになりますので、まあ、参考にしてみてください。ただこんなにね、あの非常にね、有効な誤信号はないのもまた事実なんで、あの大きな船の数日前にね、あの非常に役に立つでしょうし、またあの大きな船に入った時も選別者の方にとってはね、一定の効果はありますので、ぜひあのまだ持っていない方は1本はね、あの購入してもいいんじゃないかなと自分は思ってます。あの非常に安価で手に入ります。エリミネーターなんかだと2000円前後で手に入りますし、そういったのもね、一つよろしくお願いいたします。あのとにかく一旦動画の方を見ていただいて、まあ、皆さん思うところはいろいろあると思いますけども、まあ、あの非常に有効な護身具ではあるんだけども、また相手にとってはまたね、そういった相手前提として、もうサイレンスペル持ってることを前提としてくる相手に対してはちょっと難しいっていう部分があるかなと自分は見てますね。まあ、とにかくあの一旦下の動画を見ていただいて、まあ、サイレンスプレイのね、検討していただければと思いますね。今回は以上です。ありがとうございました。